どう東山湖釣れてる？東山湖釣れてる？今なら負ける気がしない？エヴァどうなんだよ。絶対勝つ。絶対勝つ？挑んじゃう？高き壁。立ちはだかるナブラヤの壁、また挑んじゃう？挑ませてください。おっしゃ、じゃあ東山湖でちょっとバトルしましょうよ。お願いします。皆さんいいですか？前向きに検討。前向きに検討。次回、いや最近ちょっとマスケンの企画でちょっとメーカーさんないしは、ショップの方に視聴者プレゼントをお願いしてるんですよ。僕らが勝ったらあの視聴者プレゼントを配らせていただくという企画をやっておりまして、山田さん、その企画僕らと勝負して僕らが勝ったら視聴者プレゼントをいただけないでしょうか。いいでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日の商品はどれでしょう。ということで、はい、今日ねすごく東山湖で釣れてます。はい、はい、もうナブラヤさんの放流スプーン、強波動の重めのスプーンの鉄板ですね。そうですね。めちゃくちゃ釣れそうじゃないですか。はい、これプロパーですか。これプロパーの色になっております。はい、あ、悶絶ホワイトがある。そうですね、まあ、ちょっとオレキンとか、まあ、シルバー系、はい、あとちょっとね、こう黒の単色とか、やばい、入っておりますんで、はい、ぜひ使っていただければ。絶対勝つぞ。勝ちましょう。勝つ、ね、勝ちましょう。じゃあ、3-3、マツケンチーム3とナブラヤさんチーム3人でバトルということで、10分10分でいいですか。はい、はい、じゃあぜひよろしくお願いします。お願いします。デュエルスタンバイ。はい、エクシード13でいくんですね。24です。24で、丹波さんが13。アキラシの13。アキラシの13。何でいくんですか。オレクシードの2、もしくはエスプリの21。じゃあちょっとこう味を変えつつ、そこでハマったのを見つけてみんなで叩き、ね、はい、叩き込む作戦ですね。これはきついって。え、トイレ、トイレ。いいよ、行っといて。じゃあ皆さんいいですか。じゃあ行きます。よーい、スタート。さあ、今日の東山湖は曇り、気温12度。ナブラヤさんチームはおなじみ山田さん、丹波さん、ツーさん、お、メガネが釣っていく。 OK、 メガネさん何で釣ったの。色は OK。 はい、エヴァ TK OK。 はい、ない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 、バンダイ17の長トロ鉄板。長トロ鉄板2本ね。感覚的には右の方の釣り座の方が当たりは大きいはず。魚の魚影も濃い。お、ダブルヒット。 OK OK、これで4取ったら 4、 ちょっと数えててね、みんなね。スパイダーランディング出るか。スパイダーランディング、スパイダーランディング。 OK。 何、いります。出た。これはストロングパターンになってる。完全にストロングパターンになってる。4で、4でもここで稼いでおいてよ。スーさんどうすか、当たりがないですか。多分回遊だったな今のは。お、スーさん1等。はい、オッケー。これなんすか。エスプリ21。エスプリ21、ナブラヤさんのミドルクラスウェイトのスプーン。ここに、あれ、カマジーがいる。ここにカマジーが、カマジー、カマジーさん、あなたです。ただいまのスコア41と、
サンバさんが切れた。ここでおスーさんがヒットしていく。オッケー、4-2。またあれですか。同じです。またエスプリ。いや季節グロースか。あやはり。おはい、オッケー、5-2。はい、オッケー、6-2。何バンナ。バンナのシャクシナ。シャクシナ。お山田さんが釣っていく。山田さんが釣っていく。はい、オッケー、6-3。何ですか。これはエクシード2グラム。お、エクシード2グラム。場所村という、おスーさんめちゃくちゃ調子いいじゃないですか。あ、抜けちゃった。おー、はい、オッケー、6-4。エスプリハマってますね。ちょっとお、メガネも6-4から7-4に離すか。ランディングが、はい、オッケー、ランディングがひどいな。はい、ティアロに切り替えていく。味変7-4です。 5-4-3-2-1 終了。場所交代してください。74です。頑張れ。ジャプリンです。任せとけよ。いいよ。じゃあ行きまーす。5-4-3-2-1スタートでーす。おっ。でかい。オッケー、タモさん、オッケー。75。はい、85。目まぐるしく変わるな。あ、バレた。オッケー、86。おお、ヒット。怒涛の連チャン。これエクシードですか。これエクシードです。おー、はい、オッケー、87。ちょっと大きめで、エクシード3.4で。おーおーおー、さすがです。急に今レンチャンヒットが3連続が効いてる。さあ、ここで宇野食事が始まった。これはやばい。あの宇野食事は魚逃げるの必須。オッケー、スパイダーキャッチ。オッケー。相変わらずそれ。そう。相変わらずのフロンティアニジマス。じゃあ捨てる。今97ね、これで。オッケー、98。一本差です。頑張ってください。はい、エバタロー。ドラマティックイズルー。まだまだ俺のターンは終わってねえぜ。お、ここで。はい。あ、はい、OK。救急。救急です。あっちはバラしまくってます。同点だよ。あ、いや、エバ太郎がまたゲットしてる。
すごい、ちょっとこれは、はい、OK、またにじます19、また離されました。なんだあいつマジで。バレたバレた、これは、はい、OK、 同点同点、わあ。うわちょっと待ってくださいよ、あれはあれで勝ってたのに。あとあと 2,30 秒っすね。10秒、このままサドンに入ります、同点なら。はいはい、サドンです。サドンに入りました。すごい戦いだこれ、バラしバラされ釣り釣られ。あっ終了。やば終了しました。何で釣ったの最後。最後はバンナの情報折りからシャクシナ。シャクシナか、イエーイ。いやー熱戦でしたね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。結果はもうご覧の通り、サドンデスまで行き、最後マスケンが視聴者のために執念の粘り勝ち、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ山田さん、例のものいいですか。はい、お約束通り。じゃこちら細田さんに渡したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、全然話してくれない。全然全然おわありがとうございます。じゃあこのエクシード、でも今日エクシードハマってましたよね。そうですね、結構よく連れてましたよね。はい、ぜひ吉田マコでも買ってもらえればと思います。はい、僅差だったので各それぞれチーム、ちょっと最初じゃあマスケンチーム何が良かったですか。エヴァが一番好きだったのか、やっぱ魂 2.1g のフロンティア使ったんですけど、はい、自分は 2.1g のフロンティア、ホーリーパーと結構クルクルなってたけど、10のフロンティアカラーは1マスあれね、やっぱあれだな。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。マブラヤさんチームは一番何が良かったんでしょう。一番顔頭ですか。あ、スーさん、エスプリのリージは手前の魚で、はい、沖はエクシードの 3.5、 あ、はい、沖で 3.4 ね。あ、 3.4 ごめん、 3.5 じゃん、 3.4 なんで 3.4 です。 3.4 グラムですね。はい、じゃあ沖と手前で使い分けてるか。そうですね。ああ、なるほど、はい、手前でちょっと当たりがなかったら沖と飛ばして、はい、さすがです。こんな勝負に挑んでいただいて、やらせていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。またまたよろしくお願いします。次はリベンジだぜ。ありがとう。あれでも待ってるからよ。エヴァ太郎また熱いゲームしようぜ。チームメイトだからね。チームメイトそうです、ね、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。エスプリの特徴はどんな感じなんですか。エスプリの特徴は綺麗にやっぱり動きますので、はい、そこまで激しい動きではないですけど、決まったレンジを確実に引ける、はい、でボトムまで落とします。はい、速度はあまり巻き上がらないくらいの速度で引いてきます。で今回魚が手前の方に結構溜まっている状況だったので、はい、一度もう一度ボトムまで落とします。これじゃあ東山湖の鉄板の釣り方ですか。そうですね、はい、で意外と今日はフリップ等のアクションを入れたりとかしてはい、打ってくる感じが多かったので、あ、タコさん
タモさん、今じゃない。アクラシ 1.3g ごめんなさい、11g はい、オッケーです。やっぱ釣れますね。このボトムからボトムスレスレをトレースすると、はい、ありがとうございます。ちょっとやってみます。はい、お願いします。はい。